今日は熊本県の俵山に、登ります、ね頑張って登りますというかね、ちょっとこう体重を意識しながらね、運動しながら登ろうかね。はい、行こう。まだ登り始めて数分しかね経ってないんだけど、この最初がねやっぱ急だなと。まずね、目指すところはこの鉄塔ですね。この鉄塔、ここまで行けばね、また次どこの方にどこ目指せばいいかが見えるんで、非常に目印になりやすいですね。ただね、ここから駐車場はまだね結構近くに見えてるんで、まあここからですね、飛行機が熊本空港からね飛び立ってるところですね。ここは尾根沿いかな、尾根沿いを行くような感じになると思います。だいぶ標高をね上げましたね。もうちょっと天気が曇ってきたんで、心配はましてないんですけど、景色がねだいぶ開けてきましたね。特に私がこう向かってる側よりもね、登ってきた側、萌の里とかね、そこら辺のなんていうか牧歌的な風景っていうんですかね、もうこれはねたまらないですね。そして下りはね、これがずっと目に入ってきながら下れるんで、その楽しみがねありますね、俵山。ここまで来るとね、急な登りは一段落して、ほんと芝生みたいなね、まときにこの牛糞注意みたいなところをね来ますね。ここだいぶ大きなケルン、一つのピークですね。何メートルか書いてないのか、書いてないか、書いてあったけどちょっと破損してますね。ここまで上がるともう本当景色は文句のつけようがないですね。もう、一旦若干下ってまたね、登り返してますね。行きましょう。はい、最初の分岐に来ましたね。ここをね、左の方で行ってもいいんですけど、直通するとね5分ぐらい早いみたいなんで、この看板、ここの裏をですね、ガツンと登っていきたいと思います。直通コースはねすぐに森に入りますね。ちょっと薄暗くてね、ちょっと分かりにくいところもあるんですけども、赤鉄砲を頼りにね、間違いないように確実に進んでいきましょう。ぐるっと終わってきたコースとここでね合流します。ちょっとほっとしました。ここのここですね。まあでも入り込む口はね結構テープもあって分かりやすいですね。よし、登りましょう。この合流したところからの坂ね、
ここ急ですわね。見上げたね。見上げないとわからないぐらい急だな。はい、ここは標高865m 地点ですね。もしかするとね、こちら側からここに、ね、合流した方も結構おられるのかなというふうに思います。景色はいいね。北側のね、景色が一部めちゃくちゃ開けてますね。じゃあ天気もあまり良くないんで山頂目指します。さっきの835メートルかなの地点から、そこからね、標高がそんなに上がらなくて、トレランの人だったら割と小走りでね、行っちゃうような道が続きますね。私も、歩くのがとっても気持ちいいですね。ただ左からね、吹き上げてくる風は冷たい。日差しが戻ってきましたね。頼もしい限りですね。さっきのところから100メートルぐらい登ったのかな。926メートル地点ですね。ここら辺は本当に歩きやすいコースが続きますね。ようやくね、頂上っぽい雰囲気になってきましたね。がっつり霜柱ですね。霜柱と笹。もう頂上ですね。何度かなと思って今こう体温計じゃないや、温度計があったんで見てみると、見えるかな、2度かな、2、3度ですね。今日はね、門の里から田原山をですね、登ってきました。結構急ぎ足でね、2時間くらい登りましたね。もうちょっと早いかなと思ったけど、やっぱ私も体力が増してるのとね、あとちょっと寒さもあってね、なかなかスピードが乗りませんでした。帰りはね、またちょっと違う道をぐるっと回りながら目指していきたいと思います。結構ね、道が分かれてたりするんで迷いやすいところもあるんですけど、最終的にはね、この頂上に着きますので、ぜひね、しっかり下調べをしてから登ってみられてみましょうか。サンダムちゃんでした。